現在の角川さんとってどれぐらいやばい状態なんでしょうか。いやだから僕ね、今日アベプラ出演なくてよかったなと思ってて、なんだろうな、僕もその角川ドワンゴのスタッフではないので、なので一応赤の他人として見てるんですけど、流出したデータとかもダウンロードしてみたんですけど、あれね、いや僕当事者だったらね、家事きついわ。いやもう何人に謝っていいか分かんないもん。社員とかも、その社員のあのまあ住所とかも流れてるし、その履歴とかも流れてるし、で上司の評価とかもそれに混じってるんですよ。上司がこの社員をどう評価してるかみたいなの出ちゃってるから、本来あれ多分あの人事部しか見ない上司がこいつこう思うみたいなやつも出ちゃってるんですよ、名前本名でね。それとかそのさっき言ったそのクリエイターの本名とかで、あとあのなんかアマゾンギフトでクリエイターにお金払ってたっぽいんですけど、そのアマゾンギフトをなんかいくら払ってるみたいなやつとかのエクセルとかも出ちゃってて、だからね、これね、全員謝るの相当きついっすよ。いや、もちろん一人一人会って謝るはできないけど、いやー、だから責任取れないよね。あ、だから僕、普通に土下座してると思う、僕関わってたら。いや、もちろん僕が盗んだわけでもないし、僕のミスではないけど、いや、だから本当にね、気まずすぎる。だから、いや、これ、だからほら、まあ、でもなんか、関わってほら、社員だったらまだまあ、なんか、同じ会社を運営する同士だからさ、仕方ないよねって言えるけど、クリエイターとかはさ、角川ドワンゴを信じて個人情報を渡したわけじゃん。それがバレちゃってるとかは、もう謝り倒す意がないよね。なんか個人情報で出ちゃったから1万円ですごめんなさいみたいな話じゃないから。あ、これね、あの、僕個人だったら謝んないです。僕個人は人の個人情報を集めないっていうポリシーを持ってやるので。なので、あの、要は、僕基本的にその、どんな情報も確率論で漏れると思ってるんですよ。僕一人がシステム作るわけでもないし、じゃあそのシステムエンジニアの人が、どっかにパスワード落としちゃいましたとか、だから二段階にして落としちゃいましたとか、システムにこういう穴がありましたとか、やっぱり必ず何らかしらの人間が作る以上発生する可能性があるんですよ。こっち、その他人から大事なものを預かった場合に、それが確率論で起こると、超迷惑かけるじゃないですか。だから一番安全なのは他人から大事なものを預からない。だから僕その2チャンネルっていうサイトやった時も個人情報一切取ってないんですよ。だってその個人情報預かってそれが漏れたら超大変じゃないですか。で多分あの当時じゃあそのなんか2チャンネル的なものをなんかあの ID 登録制にしますとかっていうのして、で多分その1000万 ID とか集まって、で名前とか住所とか取ってってなって、で名前とか住所とか取っても別に儲かんないんですよ。だって個人情報欄書かせて、例えばじゃあ僕がさ、そのなんかヤフーメールとかに登録するときに、なんか名前とか住所とか本名とか興味とか入れるんですけど、でも別にそれ個人情報あるからといって売り上げ上がるわけでもないんですよ。いや、それ広告主に渡すわけでもないから、まあカテゴリーによって広告出し分けしますとか言ってるけど、別に広告単価ってそんなに変わらないので、なので割とその個人情報ってなんとなく取っといた方がいいよねっていう理由で取っといてる会社めちゃくちゃ多いんですよ。でこれが、この個人情報をもらったら、売り上げが1万円増えますとかであれば、それはわかるんですよ。1万円増えるんだから取っとこうみたいな。で、これで売り上げじゃあ1000万人来たらなんか1000億円じゃんすげえみたいな。したら僕も取ります。それはだから、1000億円入るんだったら、そこでセキュリティに100億円かけて何とかするっていう手もあるじゃないですか。でも、別になんか、そんな売り上げないのに、取ってどうすんのっていうのが、まあ、数百円にはなるかもしれないよ。だから僕の感覚でいくと、個人情報を集めるはリスクとあのその売り上げのなんか全くペイしないんですよね。まあ、多分売上的にその個人情報を使った広告の振り分けとかで、じゃあ一人当たり300円ぐらい上がるよねってなったとしても、それがそれなりの人数になって、で、そこのシステムをメンテナンスして流出しないようにするための人件費とか運用の費用って考えると相当でかいんですよ。で、Google ってね、僕が知る限り、その YouTube とかでお金を払うとかっていうのであれば、あの住所とか銀行口座とか聞くんですけど、あの ID 登録とかで住所聞かないでしょ。あの電話番号もあの二段階認証とか、その要は人間がやってるのかとか、そのスパムを作らせないために最近は電話番号登録っていうのを始めたんですけど、でそれまでは別に電話番号なくてもあの Google って全然登録できたので、なので Google は基本的にあの個人情報を取ってもしょうがないよねっていう、そういうポリシーでやってるんじゃないかなと思いますけど、なので僕はその個人情報を持たない以外にはちょっとなんか今のところは難しいんじゃないかなと思って、僕はあんまりやりたくないけど、会社ってそういうのやんなきゃいけないよね、もう謝り倒すしかないよね、怖いよねっていう。でもだからその
個人情報なんか取る方が悪いですよみたいなことを言いづらいじゃないですか。仮にアベプラで出たら、今の僕の持論を言ったとして、でもその角川とかドワンゴの人たちは、まあ、基本全く悪くないと思うんですよ。で、今めちゃめちゃ大変だと思うんですよ。そのシステム復興もそうだし、その取引先で謝ったりとか、クリエイターに謝ったりとか、現場めちゃめちゃやってると思うんですよ。で、それで僕言ったら、今度はその社員がまた叩かれるわけじゃないですか。でも、社員叩いても、流出した情報はもう戻らないんですよ。なので、その、じゃあ、あいつら悪いよね、角川動画流出させたよね、悪いよねって言ったとして、その情報が流れたクリエイターの情報が人間の記憶からなくなるわけじゃないので、で、むしろ仕事の邪魔なんですよ、そういうのが。じゃあ、謝れとかね、なんか、じゃあ、その、なんか、社員がいちいち謝り倒すとか、なんか、直筆の手紙を書いて謝罪するとかってやったら、余計に復興も遅れるし、謝りに行かなきゃいけないし、謝る時間もなくなるし、だから外野が騒ぐというのは、マイナスでしかないんですけど、でも、やっぱその、ニュースとして扱うべき、社会的な内容であることは、確かなんですよ。ニュースとして扱うべき社会的内容で、じゃあアベプラでやりますって言って、コメンテーターとして元その角川ドワンゴ、角川ではなかったか、ドワンゴの子会社で役員やってた身としては、やっぱりそのコメントを聞かれるし、それを言うと多分ニュースになると思うんですよ。その時に個人情報なんか取るやつがバカなんだよって言ったら、だろう角川悪いだろうみたいなことになっちゃうじゃないですか。ってなっちゃうので、本当ね、良くないよね、と思うんで、今日はアベプラなくて良かった、と思ってます。ドワンゴ流出資料の、角川サンプルってやつを見たんですけど、いろんなその、夏野さんの、なんか免許証が出たとか、個人情報がいろいろ出たとかで、社員の住所が出たとかあるんですけど、一番あちゃーって思ったのが、振り込みをしているクリエイターの、クリエイター活動名と本名のエクセルっていうのがあって、こういう名前の人はこういう、こう、名前をつけるんだっていう、なんかね、クリエイター名も人間の名前っぽいんだけど、やっぱね、本名をもじった系とか、本名の読み方を変えた系とかの人が結構いて、あ、やっぱこういう感じなんだ、みたいな。柳さんが龍さんみたいな、そういうなんか、音読み系の人がいて、あ、はいはいはい、みたいな。人間ってやっぱこういう傾向あるね。やっぱそこが、その、大勢を一気に見る機会ってあんまないじゃないですか。知り合いレベルで、なんかその、ひげおやじって名乗ってる人が、実は本名こうなんだよとか知ってるんだけど、やっぱりその、リストで大量に見ると、人間はこういう名前をつけるときは、やっぱり本名から引っ張られるんだなとか、あ、そっか、この漢字の音読みのところでこれでひねってこうやって名前つけてんだ、みたいな、結構ね、本名引っ張る率多いんですよ。だから、ああ、やっぱそうなんだと思って。昔ね、悪徳商法マニアックスっていう、日本中の悪徳商法を取り上げてるサイトをやってる人がいて、最近はそんな話題になってるんですけど、で、そこの管理人さんがビヨンドさんっていう名前だったんですよ。ビヨンドさんってなんでビヨンドなんすかって言ったら、実は本名をもじってるんだけど、これは絶対思いつかないよって言われて、んで、いろいろな、こう、案を出して言ったんですけど、全く当たんなかったんですよね。で、今ね、本名確か出してるかな？もし出してたら答えを今言おうと思ったんですけど、出してなかったら人の本名言うのはなんだからちょっと言えないんですけど、特商法、悪徳商法マニアックスで、ないかな本名。あれどこで知ったんだっけなあ、本名出してねえや。はい、本名出してないんですけど、本名の漢字の読み方を、あ、確かにそう読めるよね、というのを、さらにひねった。答え出てる。答え出てるけど、そのコメントの答えが、公に出したものなのか、流出したものなのかが、ちょっと僕はその、確証が取れないので、ここの放送に出すわけにはいかないんですけど、ビヨンドさんの本名を知りたい方は、正解がどこかにあります。なので、ああ、確かにこれは気づかないよねっていう、そういう感じでした。はい。ニコニコ動画がサイバー攻撃停止しています。何が目的だと思いますか？まあ、金じゃないですかね。でも、そのダウンロードされたデータを見たんですけど、で、データの、まあ、ひょっとしたら僕の勘違いかもしれないですけど、ファイルの名前の付け方が日本人いるっぽいですよね。翻訳したらこの名前の付け方しないよね、このファイルにっていう名前の付け方をしてるんですよ。あ、日本人ってこういう名前の付け方するよねっていう。いちいち翻訳を通して、こういうサンプル入れた方がいいよねっていうのにならないような画像系のものも上がってるんですよ。そうすると、わざわざそれを Google レンズに変えて翻訳して、あ、こういう資料なんだっていうふうに上げてるんじゃなくて、日本人が多分、あ、これこの資料だからサンプルに混ぜた方がいいよねっていうので、割とその日本人の意図を感じるんですよね。なので、その、海外の発
キンググループがやってるように見せかけて、その名前を勝手に使ってる日本人グループという可能性が結構あるんじゃないかなという気がするんですよ。要するにその海外のハッキンググループでこういうグループの名前ってそのまま使ったとしても、その海外のグループが俺たちの名前使わないとか、俺のたちのドメイン使わないってできないので、海外と見せかけるために日本人がやってるっていう感じがするんですよね。スピックスに上がってた英文を見るに、ネイティブの英文ではない感じなんですよ。英語がわからない人ではないんだけど、翻訳を使ってるか、割とその学校英語をそのまま使ってるかっていう感じで、ちょっとこなれてない感じの英文なんですよね。物事だけを伝えたいっていう感じの。だからそういうところを見ると、やっぱりその、イギリス系、アメリカ系とかっていう英語をネイティブに使ってる感じではなくて、どちらかというと、その外国人が、英文翻訳、Google Translate とかなんかを使ってるという感じか、まあ、チャット GPT かもしれないですけど、っていう感じで、で、そのグループの中には日本人がいるという感じじゃないかなというのが、今のところ僕の読みでさえ。とね、日本に滞在歴があったとしても、ファイルのタイトル付けってかなりネイティブじゃないと難しいんですよ。要はこういう文章をこの名前を付けるよねって、その文章の中にある単語をファイル名にするをやりがちなんですよ。例えば勤務表っていうファイルがあったとしたら、そのファイル名を勤務表にしがちなんですよ。それは外国人でもすぐできるから。でもそこをその内容を含めたタイトルに日本語のひらがなも入れて変えるというのをやるというのが、まあ元々ドワンゴがそういうファイル名で保存してた可能性もあるんだけど、そうじゃなかったとしたら、これはちょっとネイティブの人じゃないとやれないんじゃないかなっていうのが僕の読みです。全然違う可能性もありますけどね。角川さんのサイバー攻撃の件でなんで復旧に1ヶ月以上かかるんですか。IAC などでインフラが管理されていればコマンド一つで簡単に環境構築できるのではないかと思いますが、実際はどうなのでしょうか。今そのニコニコ動画が昔からの仮とかベータとかっていうのでちょっとずつバージョンアップした歴史をなぞってるんですけど、で、それをなぜなぞってるかっていうと、それ以外の直し方がないからなんですよね。例えばじゃあ Windows で Windows 11というのを買ってきて、いきなりインストールすることは可能なんですよ。で、それは Windows 11というのは、まっさらのコンピューターに入れるために作ってるから可能なんですよ。でもニコニコ動画というのは、もう20年近く経つのか ?20 年ぐらい前からニコニコ動画仮、ベータっていうのを、ベータというのはニコニコ動画仮の上にインストールして動くように作ってるソフトウェアなので、ニコニコ動画仮がない状態で、ベータだけをインストールしても動かないんですよ。こっちのデータ取れません。なぜならこのデータを取る部分は、もともと仮につっついてるから。なので、仮をインストールしてベータをインストールしてなんか R をインストールしてガンマをインストールしてっていうのを順番にやっていかなきゃいけないんですよ。順番にやってって、でその時の順番によってこのバージョンの時のデータ構成というのを利用して次のバージョンが動くみたいな形で一個ずつ動かして、でデータを回して何の問題もないよねと確認して、でその次にまた次のバージョンのデータを入れてっていうのを本当に歴史をたどらないと戻らないんですよ。表向きはなんかそんなにバージョン多くなかったから、なんか順番に言うときだけでしょってなんですけど、裏の管理ツールとか、あとチャンネル系とかの企業でしか使わないようなツールとか、あと過去にあったけどなくなったツールとかも全部入れなきゃいけないんですよ。なくなったツールを消すためのコードというのも新しいバージョン入ってるんですけど、その消すためのコードが動かないとエラーが出たりするんですよ。なのでもうこれ全く使ってないからいらないんじゃねえみたいな B2B 用のツールとか、なんか昔ねドラゴンボールとコラボしたときにコメントにね、カメハメハが出るみたいなやつがあったと思うんですけど、そういうのも入れ直さなきゃいけないんですよ。入れ直してそれを消すっていうコードを入れ直さなきゃいけないんですよ。っていうのを全てやり直さなきゃいけないので、めちゃくちゃ大変なんですよ。僕ねこれやりたくないだからね、本当ね、生産性のないね、直すという作業なんですけど、ものすごく面倒なことをずっとちょっとずつやらなきゃいけないんですよ。で、さらにそのコードの中にサーバーの特性とかも入ってると、その昔はフリー BSD 動いてたので、フリー BSD のこのバージョンのこのライブラリーじゃないと動かない。でも次のバージョンはフリー BSD のこのライブラリーを使ってるので、ベースになってる OS はこっちに変えて、その上でこのバージョンを入れないと
とうまく動かないとかっていうのもあったりするので、でその後クラウドになりましたとかっていう、そのソフトウェアのアプリケーション層じゃなくてサーバーレベルの方と、あとデータベース構成も本来じゃあサーバーになりましたっていうのを、じゃあデータベースを別に持ってきましたっていう時代とか、じゃあそこのデータベースを冗長化させたので、ここを素結合にさせましたとかっていうのも全部歴史をたどんなきゃいけないですよ。一から最後まで作り続けるを超地道にやって、でエラーが出たらもう分かんないんですよ。だってその当時書いてる人たちがエラー出たら、あ、これはこのエラーだって分かるんですけど、20年前に作られたシステムのエラーメッセージを見て、なんだこれって分かるやつもういないんですよ。もう辞めてる人とかいなくなった人とかもいるからっていうのを、ずっとこれなんだこのエラーなんだみたいなのをこうコードをたどって、あ、このコードでこのエラーを出してるから、これはこうしなきゃいけないんだみたいなのをずっとちょっとずつやらなきゃいけないっていう、面白くもなんともない仕事をね今やってるんで、本当大変だと思いますよ。いやー、だからね、新しく作った方が楽だなっていうとかね、これもまた難しいところで、新しく作るために今のニコ動の仕様というのを完全に理解して仕様書を作るっていうのをやらなきゃいけないんですけど、ニコ動ってその表向きのユーザーが作るニコ動とかニコニコチャンネルとか、あとその権利者用のツールとか様々なツールがあって、でそのコメント監視用の API と別の会社が作ってるシステムとかがつながってたりとか、ニコニコ大百科という別のサービスもつながってたりとか、全てのサービスがこうやって動いてます、動いてましたっていうのを記憶から辿って完全に文章化できる人間がいれば可能なんですよ。いると思います。ニコ動で現状1ヶ月前に動いてた全てのシステムの機能と仕様を完全に覚えて文章化できてる人っていうのが一人でもいたら、その人が全部仕様を書いてこの通りに作れって言ったらなるんですけど、昔ながらの仕組みが動いてて、例えばマイリストは何人までしか登録できませんとか、でマイリストは複数作ることができるけど、プレミア会員だと何個で、一般会員だと何個でとか、じゃあその著作権監視用の企業に発行するやつの一画面に表示させる動画の数は何個までで、相当は何個までいけるとかを全て記憶して書けるやつがいるかという話なんですよ。っていうのがもう分かんないから、もちろんそこの仕様書きをやってる人もいるかもしれないけど、その舞台とは別に過去のやつをちょっとずつこう改善、その作り上げて追いつくっていう作り方の舞台と、新しい舞台の多分両立てでどっちが行った方がいいかなみたいな話かもしれないけど、どっちもやりたくない。だからそれが嫌だからね、本当に10億円払った方が安いよねみたいになっちゃうと思うんだよね。下手すると要はその1ヶ月でまあなんとかなればいいと思うんですけど、でもその1ヶ月間戻りませんでした、下手すると2ヶ月になりましたっていうのの、その売り上げとかで、その後その要は動かなかった分誤ったりとか返金しなきゃいけないとかで、どんどん支出も増えるんですよ。ほんでそれを考えるんだったら、その10億円払って1日で治るんだったら、それは10億円払って1日で治した方が効率がいいよねというふうに僕はビジネス的には判断します。